今回は、火影を目指した忍びを比較すると衝撃的な事実に気づいてしまった読者の反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。火影って主人公の目標だけど競争相手誰もいなかったね。なりたがる奴の方が少数なんじゃ。5代目も6代目も押し付けられてやってる。誰だって里の不始末の責任取る役にはなりたくないだろ。でもまあ火影になるためにちゃんと座学も勉強したのは偉いと思うよ。なるとなりたがるやつ。なりたくても代理で終わった希代の火影もいるんですよ。仮に休日作っても火影は働かなきゃいけないぞ。血筋以上に師弟関係の方が大事な気がする。前任者火影じゃないと候補にも入らん。7代目に憧れているサラダちゃんは血縁も師弟関係もない。このハマルが次の火影になれば自動的に選出できるだろ。ぶっちゃけ術や能力でいくらでも偽装できるしね。オビトみたいにシャリンガンで操るとかもあるし、信頼のおける人じゃないと組織のトップにできない。やはりコネだな。カカシ先生は戦争後の机仕事を押し付けられただけな気がしてならない。綱でなんで降りたんだっけ。ボルトの世代でもピンピンしてたし、カカシに代替わりしなくてもやれたやろ。卑劣じゃないとなれない。サスケがもっと実質的な競争相手になれればよかったけどね。そういや火影ってどういうルールで決まるんだっけ。戦時中は緊急事態だったからか、卑劣様はおとり役云々で猿お前だやった例外。オロチマル様だって港に私を差し置いてなったのに残念だったわ。余裕くらい出す。それ言うたら、ワンピあたりも海賊王になりたいって人あんまりいないやん。大半は財宝は欲しいんだろうけど、別に海賊王って肩書きいらんよね。途中から気づいたけど、ルフィもなんで海賊王目指してるかいまいちわからんよね。海賊王といい、ポケモンマスターといい、とりあえず初期で肩書き作ったけど実際合ってないような肩書きが多い中で火影は立派だよ。まったくみんな途中で挫折するから一部の強者だけが本気で目指してる状況なので、ただの管理職な火影とはだいぶ違う気がする。作中でも隠されてるし、ロジャーと同じ理由らしいけど。だからよ、俺は火影になりてえんだ。偉くなりてえわけじゃないってばよ。そこはバスケ部活漫画の主人公が目標はインハイ優勝全国制覇ですっていうようなもんじゃない。やりたい道のゴールにその名前があるだけというか。キバはトレーナー、ブリーダー、役者として成功しとるよね。5代目の時は隠居のジジイとババアが決めようとしてたな。希代の火影の時は大名様が議決権あったっぽい。大統領になりたいみたいなもんだ。ナルトの火影になりたいって要は邪険にされず誰からも認められたいって欲求の表れだしね。その誰からも認められる存在が火影だった。大雑把に言うと3代目みたいになりたいだよね。あれ、サスケは CIA 長官兼最強のエージェントみたいなもんか。人頭とかいう常人のトップ。四角としかまる以外誰が歴代やってるかよくわからんけど、火影推薦権もある。そもそも影様って偉いのかよくわからんな。基本国里なんだろうから大名よりも下だろうし、里って結局忍者の集落は組織扱いなんだろう。ちょっと大きい会社のトップみたいなもんなんじゃないの。あくまでナルトの目標であって、そんな絶対的な立場である必要ねえし。まあね、ただ会社組織の社長程度の立ち位置って考えると、なんかスケールすごく小さくなるよなぁと思ったのだ。新人社員の成り上がり物語なのだ。まあ任仕事を受けて働く人、会社員みたいなもんだろうから、あながち間違いでもないと思う。結局ただの役職でしかねえもんな火影。その割には忍び里って偉いスケールの力を持ちすぎてるよね。大名もなんかみんな形骸化したかのようなダメな人ばっかだし、よくわからん。大名が政治家だとしたら影は警察庁長官や軍の将軍みたいなもんだし、カカシは人望と英雄ナルトの師匠で、サスケの罪を許せる人という名目もあって6代目に就任。ナルトは後にボルトアニメで判明するけど下忍のまま火影になったけど、本当は常任試験を受けさせるべく勉強させるためにその間火影を代行することになったということみたいよ。今のナルトのハードワークっぷり見てると、火影になったところで過労しか待ってねえんじゃねえかと思う。息子との仲が険悪になりかけてたしな。でも他里との確執が比較的緩和された分、昔よりはストレスなさそうだと思うわ。海賊王みたいな、よくわからんが最強なんだなという称号を作り、それが目標ですと言わせる。何かを殺すとか手に入れるとかの明確な目標がない漫画はこれをやるしかない。綱出やカカシが普通にやってたの見るみたいに、ナルトの容量が悪くてハードワークっぽくなってんじゃないの。普通に人の数が減ったのもあるし、やる気ないやつもいる。私立小学校の卒業証書を自分で業者に発注する市長とかアホじゃないの。海賊王は定義がないから、ここの解釈次第で変わっちゃうしね。ナルトはやらなくていい仕事まで全部自分でやりたいから引き受けてるだけだぞ。
企業の開店式から町おこしイベントまで引き受けてる。ええー、アホじゃん。ある意味幼少時のトラウマからの承認欲求もあるんじゃねえの、日の石のせい。時代があんな一気に移り変わったら多忙になるやろ。20年前には一本も立ってなかったようなビルが立ってんだぜ。この葉にはないけど芸術は爆発だの爆心地近くにはあったりする不思議。なんで隠れ里が町おこしをするだよ、おかしいだろ。一応平和になったから観光地化してるんじゃないかな。もう人の概念がなくなりつつあるなら生き方を変えて町おこしする必要もあるんじゃねえか。そもそも隠れ里とか言うけどナルト時代から隠れてないじゃん。作者曰く二代目火影は歴代でも最強の部類らしいが本編で描かれてないからな。伝説の三人がいてカカシパパがまだ生きてる時代なんだっけ。里全体で見たら最強かもしれん。他の国はともかくこの葉隠れは最強だから隠れる必要例だし。もう隠れる意味ないほど他の里も目立ちすぎてるし利用されてる。作中でも鹿丸がその程度の仕事は下に任せろと叱責するくらいなんでも自分で抱え込んでる。口ぶりから鹿丸のところで止めてる仕事も結構あるみたいだけどそれでもナルトが勝手に上に上げさせてるように見えるしかなり病気。お前は映画で記憶ストップしてるのか？家族との付き合い方がわからなくて仕事に逃げてる説もある。子供二人も仕込んでおいてそれはさすがに。普通は無理な仕事もナルトなら多重影分身でマジで一人でやれるのも無理に拍車をかける。火影が仙台影によって金すべ指定受けてるすべを堂々と使っていいのかな。千住や渦巻一族みたいな莫大なチャクラ持ちじゃないと死ぬだけだから元からじってるナルトなら大丈夫。ボルトもカカシ先生もこのハマルも使ってるしもはや有名無実化してるような金すべ指定。いやそうじゃなくて火影なんだから里の模範にならなきゃダメだろ。戦争中とかやむを得ない時に多重影分身を使うならまだしも別に多重影分身を使う必要ないのに里で取り決められていることを保護にしていいのかって話よ。ナルトの死因か老死になるのか。ナルトが過労死したということで、ひとまず次の火影を決めるえ。どんどん意見を言ってほしいえ。ここの断像って自分って言ってほしかったの？先生、断像くんがやっても良いかなって昼休みに言ってました。こいつになるのかでも目立つ。ついに念願の火影になれるチャンスだけど綱で見てると今なるのはめんどくさそうだな。臨時火影の術いるな。江戸転生、ここは江戸転生を行うのが良いかと。しかし金すべは、そもそも誰を江戸転生する気だ？江戸転生するならもう忍びの神と言われた初代を呼べばいいんではないかえ。三代目の式封刃で魂を封印されてしまったので、江戸転生できる火影はいないのです。これ大名的に断層はないなってことなんだよな。大名的には二代前の昼前と同じ世代の老人だし。っていうか元ページ的には基本的にこの葉がまとめた上で大名が承認するだけの流れっぽいし断層がないというよりこの葉がそれでまとまるなら誰でもいいんだと思う。まあ旗から見れば根のトップで年齢も置いてる断層はベテラン忍者に見える。まあ実際そうなんだけどだろうしそんな人がぜひ自分にって言ったらつなぎとしては悪くないかも。畑かかしを推薦する。そっちの方がマシかな。しかしこの場にいないものに押し付けるのはかわいそうではないか。ここにいる人ならいいんですね。大名がガチで断層嫌ってて草。実は普通に有力候補のお面の人来たな。席に座って会議に参加してるあたり暗部の代表として来てるっぽいんだよなお面の人。しかし今まで暗部にずっといた人がいきなり表のトップというのは。もしかして断層。意見がないなら綱での回復を待つのでどうかえ。しかしこの葉を壊滅させた責任が。その時断層は何をしていたのかえ。ギロリ。大名に鋭い視線を向けるようなものに火影は務まりませぬ。皆の意見をまとめると断像を殺してから江戸転生して火影にするということでよろしいか。禁術だし責任は取りたくないな。地雷や割と気に入られてるんだ。断像や大名たちもイチャイチャシリーズ買ってんのかな。ギャンブル狂いの綱手が容認されたあたり、女好きぐらいの地雷やなら割と好印象持たれてそう。正直誰でもいいしそいつの有名が轟いてるならなおよしって感じなんだろうね。ジライヤは個人的に好きなんだと思う。誰でもいいから早く終わらないかな。というかもうここにいる資格がやってしまえば良いのではないか。気心も知れてるし頭脳も申し分ないし強さはまあ畑かかしを推薦する。実際のところ実務能力的には全然ありだよな。そもそも常任の代表で出席していると思われるし信頼もありそう。将来的に火影と風影が隕石関係になってしまうな。お前がやれよ資格。いやあなたがやってくださいよ断層よ。この人を推薦する。
残像だと年寄りすぎる絵、かかしだと若すぎる絵、ほかげ関係者がいえ、つくづく間の世代が戦争、九尾で死んでるのが痛い。踏むつなででいいのではないかい、胸がでかいし。つまりまとめると、かかしを殺してから残像を生贄に江戸転生して隣の人がほかげになるってことだな。え、わし死ぬの昼前、お前にとって俺は。残像覚悟決まるの早くない？お前がいきなり死ぬとその分仕事増えるんだけど。皆さんは、ほかげを目指した忍びを比較すると気づく衝撃的な事実についてどう思いました？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。